遺族さんからあのすいませんなんか仮装場の人もなんかあんな言ってましたけど本当は何なんですかって僕聞かれましたからね葬儀屋さん時代の時にはいどうも元仮装場職員の下駄花尾です本日のテーマはこちらですね骨についた色について えー、これについてちょっとお話を今日はしていこうかなというふうに思っております、えー、ではですねまあ皆さんがその火葬場に行かれてお骨上げしてっていう経験ある方も結構いらっしゃると思いますでその中で、まあ、そのの骨にでですすね色がいいいててるっうこ現象初めて一番最初に殺到した質問がこれなんですよ。 えー、おでその職員さんが「お花の色でございます」って言ってたんですけども「いや」っていう方々が結構日本全国中にいらっしゃったみたいでねうーんこれ何なんだろうとまあたまたまね、えー、一緒に入れたお花が同じ色のものがあって。 たりとか、えー、するとまあ火葬場の方がそう言うんだからまあそうなんだろうなっていうふうに、えー、思われるっていうのももちろんあると思うんですが、まあ、現代はちょっとさすがに。 難しいなというね、えー、そういうお話なんですで、えー、ただねこれ最初に言っときますけど別に仮っ場職員さんもですねなだまそ,そうとかねそういうつもりで言ってるわけではないのであのそこだけはね別にその悪いとかいう意味ではなくてあの誤解だけされないようにというふうに思うんですが、えー、ただそのお花の色っていうのは全然違うよっていう話です。で なぜ、えー、この全然違うよとわざわざ僕がね、えー、これをバシッと言っちゃうかと、えー、申しますと,、えーとねまあ、僕もね、えー、全てのの事柄、えーまあ、真実じゃななないいとダメとかあのそんん尖った考え方の人で,はないんですよこれはですね僕が YouTube だったりとかいろんな媒体でこの話をする前からもうすでにですね火葬場で働いてる人たちの中でも結構二分化されてたんですよ。 え何の二分化かというと「えー、お花の色でございます」っていうところとあ「お花の色とかではないんですけどね」っていう仮想場。あのー、嘘つくのであればえっ、ー、とですねるんです <laughs> あの本当にそ,そういう意味でねで嘘ってその悪い意味じゃなくて、えー、まあ別に知らなくていいという意味も含めて、えー、とー事実と違うことを言うんであればちゃんと団結してやるべきだと思うんですよ。 でもあの火葬場によってですね言うことがバラッバラっていう、えー、それはちょっと違うんじゃないという,、えー、いうことがありましてじゃあどっちかに合わせないといけないですよね。ってなった時にじゃあ別に本当のことでみんな合わせればいいんじゃないと。でじゃあそのお花の色って言われているその色の正体は何かっていうふうに申しますと銀歯のとこよく赤くなってましたね。 はいまあ、だから顔周りあり銀歯って言っても、まあ、例えばここだけとかねじゃなくて仮装してでそして仮装の火の勢いもあったりとかしてもしくは、えー、こうお骨がこうちょっと崩れてくしゃってなったりとかねやっぱそのしますので仮装中なんでそうなると例えば銀歯の色がここら辺の骨がこっちにこう置いって移動して赤くなってる要はここが赤くなってるように見えるみたいなこともあの普通にあるわけですよ。 であと緑系統もそうなんですけど、まあ、棺に使われてる釘とか,なんかホッチキスの跡みたいなやつね、えー、と皆さんもご覧になられた方結構いらっしゃると思いますが、まあ、火葬場によってはお骨だけの時にです、ね、その磁石みたいなので全部取ってから遺族さんにお出しするところもあれば、まあ、そのままお出しするところもあるので。 えと皆さんの中でもなんかすごい釘みたいにいっぱいあるなっていう記憶がある方もいらっしゃると思いますいろんな、えー、いわゆるその金属類というのがですね結構その亡くなった方、えー、そして棺も含めて結構あるんですよ。でなんなら例えばその台車式の仮装場あいわゆるこの下にですね、えー、と骨組みだけの机みたいなちっちゃいねポンポンポンと置いてその上に棺をこのおのせして仮装しているところこのいわゆるまあロストルっていう言い方もするんですけどもあれも金属ですからね。 っていう意味で、あのやっぱり金属に結構囲まれているよと。で、えー、その中で仮装すると、えー、それがですね、も、ま、う、あ、反応しまして、で、それで色がつく。で、えー、その色というのはですね、まあだいたいもうピンク、ピンク系統、まあ赤系統か、だいたい緑系統がすごく多いよねというような感じです。例えば、昔ならね、何十年も前とかだったら、葬儀屋さんもね、祭壇のお花ってあるじゃないですか。 であのお花も、まあ、大体もう固定だったんですよもうこれみたいな祭壇のお花といえばこれみたいなのが決まってたんですけど今どうですかねなんか皆さんもやってる方もいると思うんですけど例えばおばあちゃんが白いお花がすごく好きだったので白い一面バーンとか。 そういうのが、えー、今葬儀業界では当たり前になってます。まあ、個人さんが、えー、この色が好きだったからとかまあ、黄色が好きだったとか。まあそれこそ赤が好きだったとかで、ね、一色バーンとかいう。まあある意味、その自由度が上がってるんですよ。葬儀業界というのは昔に比べてね、えー、じゃあ、その後仮葬場に行きましてですね。で、骨になんかあのー、緑とか赤とかなんかついてるんですよ。色がね、えー、で、それを仮葬場職員さんに聞いたらあお花の色ですね。って言われた時の気まずさたるやなんですよ。皆さん。 すすんんげー気まずいんですよこれ葬儀屋さんとしてあの僕が火葬場にいた時に「あちゃ!」と思いましたねここの火葬場その感じかーっていうねで、えー、まあその後にですね遺族さんから「あのー、すいません」となんか火葬場の人の中かあんな言ってましたけど「本当は何なんですか?」って僕聞かれましたからね葬儀屋さん時代の時に。あののー、なんかかかねね恥ずかしいといとうか、ね、その同じ まあ、その時は僕元火葬場職員ですけど火葬場の方はですねなんかすごく頑張ってほしいというか火葬場を僕は応援してるんで日本の仮想というものがですねこうなんか良くなればいいなっていう,うのがすごく僕はすごく思っていて、えー、それでやっている中でですねまあその当時火葬、えー、場から葬儀屋さんになって、えー、遺族さんにそういう風に聞かれるわけですよ。これ、まあ、要するに遺族さんも何か火葬場のなんか変な人なんか適当なこと言ってたねみたいな感じなんですよ。 っていうのが、あのー、やっぱりね、出てると。で、えー、実際に、まあ、こういう YouTube の動画を始めてですね、皆さんから、仮想場の人なんかああ言ってるかた本当はどうなんですかみたいな、えー、そういうことをよく聞かれるわけですよ。これどういうことかというと、仮想場の人全然信頼されてないよという話なんですよね。えー、だから、まあ、そのあたりね、えー、僕はもう、ちゃんと言った方がいいよっていうのをね、結構何年か前から言ってるんですが、ただ、あのー、本当に、 火葬場によってはですね、えー、やっぱりその辺りちゃんとしてるというかもう昔ながらのね、えー、なんかお花の色ですみたいな感じ言わないところどんどん増えていってますすごく増えていってますでなんならあの YouTube をまあ見ている火葬場の職員の方からあのううううちででももそういいいい風にししますすっっっていう方もいららゃったぐらいなんですよだから多分この世の中の流れ的には多分そうなっていくだろうなっていう風に思います。お花の色ってななんかか素敵じゃないですか なんかだかからある意味何回も言いいますけど別にこう素敵な嘘というかねただそれでね例えばお花の色だと思っていたのにみたいななんでそんなこと言うのっていうその考え方って逆に言えばえとあれとこれおかしいなこれ本当は何なんだろうっていう人たちの意見えそういう気持ちを無視しろって言ってることなんですよ。これが選択なんですよねあの結構一番最初コメントそういうのがあったんですよ。なななんかその言わいいでみたいな あまあ、言わないでというかんでしょうね、まあ、見たい人は見てっていうふうに僕は言ってるんですが、まあ、たまたま見ちゃった人がですねあの自分の、えー、じゃあ例えばお父ちゃんなりお母ちゃんなりの時はそのお花の色って言われて,てすごい信じてたのにっていうねいう、えー、のもあるんですがただ あそれは本当に疑問に持っている人たちの意見とか、えー、気持ちは無視してそのまま突き通せよって言ってるということになるので、まあそれもね、うんちょっと僕はちょっと違うかなというふうにはまあ思っております。えっ、ー、とこの色の正体、まあ僕言ったことがもうほぼほぼあの正解なんですけれども、だから例えばですよ、お花が入っていない、えー、亡くなった個人さんもいるわけですよ。えー、例えば。 え、考慮死亡人というやつですよね。はい、ええー、と。まあ、もしくはあの身内ご、ご身内の方が全然おられなくて、えー、見送る方がおられないというえー、そのパターンあります。お花全然入っていない時もあります。えっ、ー、と、じゃあその時に仮装して、じゃあどうだったか色ついてること普通にあります。はい。だこれがもうあの真実というか、あのそらそうですよね。っていうあのー、ことなんですよ。 だからまあそんなにもう僕の話をですねわざわざ本当にそうなのかなって疑ってる人もそんないないと思うんですけれどもまあつい先日ですね、えー、私あのー、埼玉県の方にちょっと行ってまいりましてですねあの井上健武さんっていう方の、えー、この井上さんはですね元埼玉県警警察本部警察部科学捜査研究所長ですえっ、ー、と科捜研です 仮想研の、えー、所長さんですよね。えー、っとこの井上さんもですね、なんか同じような質問をなんか過去に、えー、受けたことあるんですって。でそれが、えー、これ面白いですよね。今ねあのー、月刊住職って皆さん知ってます？なんか名前面白いでしょ月刊住職。まあ,あのお坊さん関係でその宗教とかはねもう関係なくこう包括したようなまあ、お坊さん関連の情報雑誌があります。そこのちょっと特集を組みたくてなので。 あのちょっと取材させてくださいっていう依頼が来たとその井上さんの方にね、まあ、すごいもう何十年も前ですよ。でその時のですね、えー、とタイトルというのはですね「小骨の謎」っていうようなタイトルだったらしいんですよ。で内容は何かというと「骨に色がついてると」「これは何なんだろう」っていう、えー、そういったあの内容それがまあ、えー「呪文交流」まあ今現在の月刊住職の方で取材できたっていうんですよ。 でこの井上さん公演の中で言ってたんですけど「あのびっくりした」って言ってて「あのえっとお坊さんじゃないの?と」とその「お坊さん」って仮想場とかも行ってるし「え知らなかったの?」みたいなことで結構この井上さんはですねびっくりしたそうです。 えー、なのですごい井上さんそのまあ仮想後の衝突の話もめちゃくちゃ詳しかったですねさすがさすが鑑識、えー、仮想券ですよね。あのーまあのまもちろん僕が言った通りなんですよその金属のねものと反応して色がつくってことがまあ全然あるんで、まあ、それをうんと呪文交流月刊住職の方で、まあ、答えたんですけどねっていう。 でその中で、えー、と井上さん自身も一般の方から質問を、ね、過去にされたことがあってでその方は火葬、ね、場に行きましてでお骨作げをしましたそしたら頭の方にです、ね、なんか紫色みたいなのがファっッてついてたんですってこの内側かなんかに、ね、ファっッてついててで、えー、とその火葬場の方が「えっ、ー、内出血ですね」みたいな。 まあ、いわゆるその脳の出血ですねみたいなことをなんかまあすごい適当なんですけど正直なところねこファーって言ったと。で、まあ、遺族である自分は「あはい」っていう顔をしてるんですけど「うちのじいちゃん消化器系で亡くなったはずなんだけど」っていうのがずっとモヤモヤのこてだと。なえみたいな。 その脳の内出血とか別に病院で言われてないんだけどっていうのでめちゃくちゃモヤモヤしていてでそれであの井上さんに言われてえまあ井上さんに相談してあ「ああそれはね」と「その,その前に手術とかなんかします」とかでなんかいろいろ事故とかなんかでなんか頭になんかやってたんですってでその時のまあおそらく金属類がですねまあ多分それで反応してるんですよって,ってだからまあ,あのその病気でとか,なんかその内出血で色がつくとかあのそんなことないんであの全然安心して くださいねっていう感じであの答えてたそうです当時まあだから何十年も前からですねなんかずっとなんかそんな感じだったんだなっていうのはすごく思いますでもその月間住職自体はだからすごくね面白いから <laughs> すごく面白いんでねあの興味ある方はね是非ちょっとあ見ていただいたらなというふうには思います。であとあのよく言われるやつえっ、ー、とね薬の影響じゃないんですかっていうやつね。 えっと、これもね、いまだにずっと言われるんですけど。えっ、ー、と、薬の影響って。えっ、ー、とね、いう方、逆に僕聞きたくて。誰から聞いたんですかね。病院関係のお医者さんに聞いて、そんなこと言う人、僕は今のところまだ一人も出会ったことがないし。<laughs> なので、それは井上さんんんもおっっしゃってたんですよ。なんかその病気じゃないかっていう方もね結構その、まあ、自分がそういう仕事をやってるので、まあ、聞かれることもあったんだけどあの全然そんなんじゃないから安心してねと、えー、そんなんならないならないというふうにね、まあ、ずっとまあまあ私も答えてましたっていうふうにおっしゃってましたけども。まあだから ある意味ですよまあ僕の言うことはねもう,こう信じなくってもあのなんかその YouTube やってて元火葬場で働いてたぐらいのね人間なんてそんな信じなくてもまあでも日本のトップクラスの鑑識とか仮想研の人の話は皆さん信じた方がいいと思うのであのそちらでねぜひこう納得できる方は納得していただいたらいいんじゃないかなっていうふうに思うしまだえっ、ー、とですね火葬場の方でお花の色ですっていう方がおられたら結構 あのー、ちょっとやめといた方がっていう風に、えー、僕は思いますねあのー、だからね僕例えばその遺族さんから色のこと聞かれたときにあそのあこれはお花の色じゃないですパシーンっていう言い方は僕は絶対しないんですよこれもポイントですよあのー、気持ちってあるじゃないですか だから、えー、僕はお花の色みたいに綺麗ですよねっていう言い方を僕はしていましたので逆にその骨壺にですね収めるきに「なんかお母さんすごいお花好きだったんですよ」と「じゃあ,あのこの色ついてるところあの皆さん全然もうあのここ優先して収めてあげてください」そしたら「あの骨壺カラフルになって綺麗ですよと」とか「いいんですかこの色ついてるところ骨つあ全然大丈夫ですよ」って収めてくださいって言ってでみんなでその色ついてるところ結構ね探して「あじゃあ,あこれも綺れいな色ついてるあこれも綺れいな色ついてる」あこれもな色いてるとかやって骨壺がなんか 本当お花畑みたいになるみたいなあのそれは僕はありだと思うんですよね別にね。うん。では別に嘘をつかなくでもあのそういう風うに遺族さんの気持ちに寄り添ったりとか遺族さん,うんと共に考えることをいくらでもできますよっていう風にえ僕は思っております。うんと私も親族のお子さんごとに職人さんのお花の色ですと言われたことがあります。ああそうですよね。まあでもねここ10年ぐらいでさすがにね減ってきてはいると思いますよ。 そそうそう花だ木だと言われて信じるようにしたがんなわけねえでしょうこんなんとそうですね。とも思っていたので謎が解けたサンキューでですすオッケーありがとう、はいまあ、そうそなんですよねあのちなみになんですけど仮装、まあ、を、まあ、僕担当していたわけで仮装中も見るわけですよね。一番最初の、ね、棺が燃えてもろもろっとなって,って中のご遺体が出てきてっていう状態その時にすでにねあの花って燃え尽きて灰になって吹き飛んでるんですよ。 それを見てるんで,なんでしょう、ね、骨に色がつくってことは花びらがですね、えー、と肉体がなくなって骨になったとこまで存在しおかないとその色つくわけないじゃないですか。あっていう,ふうのもやっぱこう間近で見てるんであんまりなんでしょう、ね、考えずにというか深く考えずに仕事をしていたら。 気づかないかもしれないんですけれどもただまあぁ、まあ、どう考えたってもそもそも吹き飛んでるしあの骨になるとき花なんかどこにもないんですよえどこにあるんですかぐらい全然ないんですよね、えー、だからまあそれも含めてだと思いますだから意外とねあの仮想場職員さんの中でも本当に信じてる方結構いらっしゃるんですよだから、えー、この鼻の色についてもですね仮想職員さん あとその薬の話もねあの薬の影響で言ってやつも結構仮そ職員さんがこうペラペラ言ったりとかするんですけどそんななんかすごい先生みたいなねそういうのじゃん普通のただ仮葬場で働いてる普通の一般人ですよとでその人たちが、まあ、結構そういうことをねそういう場所なんで言っちゃうんですけどあのそぼ職員さんそんな知らないんでだから、えー、とそのお花の色がどうとかあのあこれは薬ですねとか、えー、黒いところは悪いところですねとか あの仮想職人さんそんな医学とか全然知らない人ばっかりですよ全然知らないでじゃあなんで知らないんですそんなこと言うのとでこれは僕がですね一番最初に火葬場で働いた時ねでその時も、えー、と民間業者として公営である火葬場に、まあ、委託業務として入っていったっていうのが一番最初のスタートなんですけど、えー、ここの火葬場に関してですね一番最初の民間としてそこに中に入ったという状態の時にマニュアルっていうのがですね一応ありました、ね、そのお骨上げのマニュアル。 で、えーとまあ、こういう、まあ、文言とかね「ただいまよりお骨上げ」を始めさせていただいて、まあ、書いてあるんですよ。でこうやってああやってみたいな中にもう文言で完璧にあの「こちらはお花の色でございます」って書いてるんですよマニュアルに。これあ,のあれですよ公営の仮装場なんで要は公務員さんがやっている公的な施設の仮装場のマニュアルにそう書いてるんですよ。だから あの今ね現在、まあ、僕も「いやそれ違いますよと」とでこうこうこうで,で言われた時はこういうふうに「お花の色みたいで綺麗ですよね」っていうふうに返すとかこういうやり方がいいんですよって言ってますけど最初の数ヶ月間僕「お花の色でございます」って言ってましたからねはいある意味ちゃんとしたというか、えー、自治体いわゆるその行政が絡んだ施設のマニュアルにそんなこと書いてるってねやっぱ最初思うわけですよ。でも あの途中からこう皆さん薄々気づいてきて「下駄くん」って「あのさあれ花の色ってどう思う?」ってねあの他の方に言われて「ですよね」みたいな感じになってからみんなでこれ何なんだろうってね考え出して他にね働いていた人とかもいたいろんな意見を聞いて「やっぱ違うよねと」とだからさっき言ったみたいに「お花入ってない方は仮装しても色つくんだもん」「あれ?と」となんか俺たち違うことを遺族さんにずっと言ってしまってるかもしれないっていうことになりましてですね。でその後 あのそこの仮装場ではあのお花の色ですっていう断定的な言い方はしないっていうマニュアルに変わりました。あのまあ、それで本当に良かったと思いますけどもね。さっき言ったみたいに遺族さんたちもわざわざえそれでもこうですよねとか言わないからもうそのややこしいことしたくないでしょそんな仮装場でね。でもうそれどころじゃないんですよ。その大事な方が亡くなってという場面でもうわざわざややこしいことしたくないからそうなんですねみたいな感じではいって言うんですけど。 それがあまたそれはそれでねかそば職員さんだからこうずっと気づかないっていうだからみんなが「あそうなんですね」って言うから「あ合ってるんだ」って自分でもこう思っちゃうっていうことを何十年もやっていくっていうねあ結構続いてるなというふうに思っております。そうですかあということで、えー、では本日も、えー、ご視聴皆さんありがとうございました。